茜ちゃん、茜ちゃん。どうした？いい儲け話を見つけた。儲け話？ハンバーガー屋さんで一攫千金を得れると思うの。うお、今度はハンバーガー屋さんか。でも、あんまハンバーガー屋さんが儲かるとか聞かんけどな。マクドナルド。え？ロッテリアにモスバーガー。ふふ。たくさん儲けているお店は多い。確かに。よって、ここを経営して、我らも億万長者を目指すのだ。おお、珍しくしっかりした根拠。あとは頑張れ、あかねちゃん。お前がやるんや。というわけでやってくで。お、気づかんかったけど、大通りに面したええ店やな。く、逃げれない。違うの。私は、上から目線であれこれ指示出しして、お金を得たいだけなの。諦めろ。ほら、上手くなればこういうのも作れるようになるで。めんどくさいから、パンとお肉別で食べてもお腹に入ればいいし。はい、もう始めます。むー。仕方かない。出すか、本気。おい、やめろ、バグるぞ。それじゃあ回転する前に、いろいろと動作をまずは確かめよう。せやな、現実逃避よりも先にまずはそれやな。おっと。おい、カチカチやってたからお客さん来てもうたぞ、おい。ふっ、人気店だな。ポジティブ。シャシャッセ。ご注文はパンと肉ですね。このおっさんハンバーガーを知ってるようで知らんぞ。それではおとなしくお待ちください。なんて無礼な。おう、ぼっちおっさんかと思ったらおっさんセットだった。でもご注文はハンバーガー一つだから、もしかして仲良くシェアするのかもね。はは、キッズ。なんでや、おっさんだってシェアしてもええやろ。それでは黙ってお待ちください。お、ここがキッチンか。結構広く使えるみたいやな。見て、あかねちゃん。見たことあるやつがある。お、それはポテトをあげるときに使うやつや。へへ。楽しんでない？なるほど。ここで注文を確認するのか。どうやら具材をあげれば、それに最適化された料理に最適化される、先進的なシステムが最適化されているみたいだね。すごい。何にも情報が入ってこんかった。よし。大体の周辺機器の把握はなった。マックで待ってる時によくキッチンを眺めていたからもう完璧。浅すぎへんか？その経験。まずは具材をチョイス。おっと、こっちだった。まずは具材をチョイス。おっと、まずは発注にかけるみたいやな。なるほど。発注はこのパソコンから行うみたいや。ふふふ、発注しているふりしてサボり続けた私はプロ。この程度造作もない。もうその光景は鮮明に浮かぶわ。発注完了。完了するとトラックが来て、荷下ろしをしてくれるみたいやな。すんばらしい。さあ、我がバックヤードに入れるがよい。あれ？あ、どうやらバックヤードには入れてくれへんタイプの運転手さんみたいやな。く、なんてやつだ。仕方かない。私がわざわざ運んで差し上げよう。復讐すな。いざオープン。はい、思ってたよりもちゃんとバンズやな。ハンバーガーの包装紙に、お肉もオッケー。おっちゃんセットも待ちわびているから、頑張って作ろう。おわ、てっきり忘れてたわ。どうやらパンは冷蔵庫に入るみたいだから、念のため入れておく。パンを？あ、もしかして油とか冷蔵庫に入れる、冷蔵庫信者ですか？あとはお肉。このまま焼こうと思ったけど、パティ容器を中継しないとダメみたい。衛生的な何かなんかな？くそ、マックだって素手でやっているってのに。やめとけやめとけ。じゃあ、試しに一つ焼いてみよう。ほほ、焼き加減が見れるんか。普通に捉えたら、100% がベストなんかな。なるほど。でも、この待っている時間を有効的に使いたいね。あ、この間に、包装紙とかパンとか焼いとけばええんやな。ごめん、ちょっと今忙しいんだ。サボってる奴がおるぞ。仕方かない。働く上で、時間効率は大切だからね。この包装紙を今のうちから並べておいて、スムーズに。見て見て、ボスの B。この仕事向いてないぞ、こいつ。シュピ。どうやらいい感じにパティが焼けたようだ。限界突破パティやない？さあ、具合はいかがですか？ギリギリセーフか。アウトど真ん中や。ということは、100% が適正値だから、もう片面を 0% にすれば、釣り合いは取れるはず。そういうものではない。よし、完成。とりあえず置いておこう。あ、やべ。包んで待った。逆に考えるんだ。これでもいいんだと。お待たせしました。あれ？おい、もう帰って待ったみたいやぞ。なんてこらえ性のない人なんだ。もう来店から12時間経ってますからね。
仕方がない。これはここに飾っておき、明日のためのハンバーガーを準備しておこう。お、事前準備とかできるんか。お肉完成。あとはパンを乗っければ。あれ？なんか、あの明日でこういうタスクなかった？まあ腹に入っちまえばこっちのもんよ。あの、これは？もしかしたら、ギネス級のハンバーガーを作れば、高値で売れるかもしれないからね。インスタ映えだね。生肉使ってる時点で、その目は失われとるけどな。オッケー。何これ？おう、これはインスタ映え間違いなし。この店の評判がうなぎ登りだ。絶対あの包装紙に入らんて。入った。なんで？これも、先ほどの遺産と共に飾っておこう。負のツートップやん、これ。伝説バーガーを作っちゃったから、改めて発注。どうです？ギネスバーガー食べませんか？ほら、嫌やって。絶対目合わせてくれんぞ。仕方かない。ここはおとなしく明日に備えて作っておこう。あ、そんなたくさん大丈夫？安心してほしい。私は食べないから。おい、最低の店員おるぞ、ここに。よし、焼けた。ここでいっか。汚ねえな、おい。安心してほしい。私は食べないから。だから最低なんやって。どうやら、このトレイを使えば綺麗に置けたみたい。はい、専用のがあるんか。それではハンバーガーを作っていこう。どのくらい用意しておけばいいかわからないけど、とりあえず限界まで備えておこう。ああ、もうパンが下と下になってもうとるわ。念のため、お肉を2枚重ねたダブルバーガーも作っておく。ふふ、完璧だ。それはええけど、お肉が若干焦げついてるんです。たくさん作った。作り置きが多すぎん？これだけあれば明日は完璧。手前がダブルで奥が普通のやな。でも、こういう作り置きって確か良くないんやなかったっけ？大丈夫。念のためにお肉だけの作り置きもあるから。ちょっと違うような。最後に店名を変えられるようだから、思わず目に留まるような名前に変えよう。せやな、フックは大事やから、思わず食べたくなるようなお店の名前やとええわな。オッケー。目に留まりはするけども、もうこれは別の訴えなんよ。ふふふ、これなら思わず来てくれる、そんなお店となっただろう。そう思うかな。さあ、二日目。事前に準備はしてあるから、もうオープン。さあ、あとはお客さんを待つだけやな。あれ？ハンバーガーがなくなっとる。なんでだ。待ってよ、まさか。おい、やっぱり作ってたお肉もなくなっとるぞ。オーマイゴッド。出しっぱなしにしていたお肉もなくなっている。溶けたか。溶けてはない。でもどうするんや、お客さん来てもうたぞ。とりあえず受諾。5番テーブルにハンバーガー1つや。こうなれば、今からたくさんお肉を焼こう。これ閉店後とかより、オープン前にやっとくのが正解やったんやろな。紙も並べておいて。おい、またお客さんや。シャシャッセ。とっととお待ちください。なんて態度。忙しい。なんて忙しいのだ、アカネちゃん。もうすべてが崩壊したからな。パンも並べるの完了。あとは、ここにお肉を並べればオッケー。焼き加減が 120% とかになってたけど大丈夫か？へっ、食っちまえばわかりゃしないぜ。食っちまったらわかるんよ。注文は、ハンバーガーを3つのテーブル、あとは1つのダブルバーガーか。まずはここのテーブルの人に。あやべ。おい、全部渡してもうたぞ。すいません、それ他のお客さんのなんです。返してください。すごい、全くこっちを水に返そうとません。なんてお客だ。幸いまだ焦げ焦げバーガーならあるから、それなら大丈夫やない？テーブルごとにトレイを開けないと、ダメみたいだから、ここで分けとく。もう一人店員さんが欲しいな。これで2つ目。よし、これで全員分完了。あ、待って。やばい、焦げ焦げバーガーが、なぜか髪の上からバレたぞ。鼻の利くやつだぜ。よーく見たら、他のお客も残して立ち去ってるな。くそ、バレない方法を考えるか。あ、そっち。もしかしたら、120% を超えたものは、バレるのではないだろうか。この仮説を実験。お待たせしやした。おうおう、バレおった。お客で実験しとるぞ、こいつ。でも、逆に 120% にならなければいいということだからね。試しに 100% のを渡すとどうなるかな。おう、受け入れられた。なるほど、こうして人気とお金を稼ぐのか。そして食べた後は、こっちで下げて、お金も回収すると。やったぜ、大金も8ドル。あかねちゃん。うん？別の仕事、探そう。諦めた。